こんにちは、町歩き沖縄です。今日は宜野湾市伊佐にある風信川に来ています。宜野湾伊佐風信川を歩こう。四季の口から勢いよく水が流れ出ています。沖縄のマーライオンですが、ここは風信川の支流であって、本物の風信川ではありません。ここは風信川の豊富な水を利用して作った親水公園です。ここから50メートルほど離れた場所に風信川の源泉があるので、まず最初にそこを見に行きましょう。マーライオンの見学はこれくらいにして、風信川の源泉に行ってみましょう。風信川の源泉はここから歩いて約1分のところにあります。先日視聴者さんとお話をしていると、風信川の話題が出てきました。その方は風信川を見てから近くにある宇布川に立ち寄ったとおっしゃっていました。私は宇布川を知らなかったので、地図で確認すると風信川のすぐ近くに宇布川があるじゃありませんか。地図を参考にするとこんな感じです。今はマーライオンを出発して風信川に向かっています。風信川の源泉を見た後は宇布川に向かいます。この地図でもう一点注目してほしいところがあります。それは沖縄警備鉄道の嘉手納線が風信川と宇布川を結ぶ小道を走っていたことです。
さて、駿津川の見学はこの辺にして、次の湧き水、宇布川に向かいます。京浜鉄路沿いの道を北向けに 1,2 分歩くと宇布川に到着します。一番最初に見た沖縄のマーライオンから駿津川までが徒歩約1分、そしてその駿津川から次の宇布川までも 1,2 分で到着しますから、この3つはセットで見学するべきですね。この3カ所で一つの大きな駿津川親水公園のようになっています。宇布川に到着しました。後ろの擁壁は国道58号線です。国道の真下に湧き水があったんですね。数えきれないくらいこの上は通っていますが気がつきませんでした。宇布川は形状も面白く、水量も駿津川に劣らないくらい豊富ですね。この後、私を驚かせる小さな発見をしてしまいます。それがこちらです。ここは、伊佐川バス停留所です。宇布川は、伊佐川バス停留所の真下にあったんです。バス停留所の名前が伊佐川ですから、宇布川は伊佐川とも呼ばれていたのでしょうか。国道58号線のバス停留所の真下にある水量豊富な湧き水、これは絶対に行かないとですね。なんせバスを降りると湧き水が真下ですから。これは沖縄県民も観光さんもぜひ行くべき湧き水だと思います。
今回の動画もそろそろ終わりの時間が来たようです。最後に正面に見える噴心せせらぎ通りの中を散策しながら動画を終わることにしましょう。せせらぎ通りの中を流れる小川の水深は10センチ程度で、お子様にも安全に作られています。小さな魚もたくさん泳いでいます。小川の長さ、総延長は650メートルほどあり、公園化されており、癒しの空間となっています。この小川に供給されている水が、古くから地元にある湧き水、噴心川と宇布川というところがいいですね。皆様もぜひ一度2つの湧き水と沖縄のマーライオンを見に、せせらぎ通りに足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。本日も最後までご視聴ありがとうございました。